追いかけてきてくださるのは皆様にもパワーになるから、こんな私にでも最後までずっと本当に追い続けて、毎日CD 買わないと握手ができないみたいに買ってくださるけど、その CD を全部ベッドの下に入れてベッドの下に下の下に台になってるとちょっと聞いたことがあります。大丈夫でしょうか。あと5枚くらい買わないとベッドがないそんなことはあつこましいこと言いますけど、どうぞ最後まで皆さん本当ありがとうございます。では私が30年前この歌で、皆さんが知っていただける一曲になりました。谷の刺身の私の辛さ、心の中の涙、岩井秀樹という歌です。